さん。はい、今日、5回目です。5回目。はい、よろしくお願いします。メンズヘルスアカデミアね。はい、アカデミアね。今日も、はい、OK。はい、あ、OK。まあ、前の方がね、メンズヘルスアカデミア。はい、はい。OK。OK。これ、どうすんの？ OK って。OK は、恩恵はもう手術しなくていいというのが一応、まあ、まあ基本的な考えではありますけど、そのもう多くはその火星恩恵はですね、特に、うん、でもちろん申請とか関東の人は、まあ、しっかり手術した方がいいと思いますけど、まあ何も向けて問題ないんだったら、まあ、最初の初心のスタンスとしてはもうしなくていいよということは伝えたいですね。そうだよね、うん、火星恩恵ね、まあ、恩恵ってさ、はい、種類がさ、はい、ほら神聖本家っていうのと、はい、火星本家っていうのと関東本家っていうのは一応こう言われる、はいはい、関東本家ってどんなんですか？関東本家っていうのはちょっと入り口が狭くって、うんうん、ただ普通は問題なく向ける。でも勃起した時にグッと向くともう首が締まったようになるんで、勃起 してしまった時痛いと。なるほど、ね、いうことですね。ここね、こう張りにくいから俺こういうふうにしてちょっと偉そうにしてる感じですよ。ちょっと普通に勃起するね。関東してしまうわけだね、はいはい、なるほど。それがまあやっぱりそれは性交渉に対してもやっぱり痛みを感じてしまう場合とかがあるので、まあそこがもう狭くなってるところがあるので、それはもう手術した方がいいよと。カントンだもんね。はい、カントンしてしまう、うん、包皮輪っていって、はい、その枠が狭くなってる自体のカントンじゃないよね、うん、はいはい、それがこっちに来て、うん、首が締まって、締まってしまう。で僕定義として正しくは分かんないけど、はい、戻らなくなった状態だよね。そうです。これがね、これはね、はい、で最近ね、よくいろんな、まあ、情報で、はい、まあ、みんな関東してますって来るんだけど、うん、要は狭い人って剥いた時に勃起しづらい感じがする状況、うん、これ関東とは言わない、まあ、言わない、言わないね、うん、多いんですよ、うん、いろんなところでそういう情報流れてるから、うんうん、狭くてこう剥けると、うん、でもなんとなくここなんかこう首が締まる感があって、うん、で狭くなると、勃起するとね、うんうん、でも戻すと戻す、戻せる、うん、これ関東じゃない、戻せる、頭皮の枠が狭いという状態ね、うんうん、まあ新生方形に近い形が方形という状態だな、ギリギリ向ける状態、向けるような状態ね。これ関東方形なんです、うんうん、関東方形がこう狭くなって詰まってこっちをバーッとこう跳ねたりして、うんうん、もう戻らなくなる、うんうん、関東っていうのはそういうことだよね。そうです、これは逆に言うとね、関東方形ですって来ることないよね。あ、なるほど、痛くてくるよね。そうそうそう、痛くてチンチン跳ね上がらしてね、その場で僕らもう処置しないよね、処置をね、なんかねしないといけないですね、戻すとかね、うん、それを考えてね、うん、緊急処置が必要なんですね。そうですね、これは残せなかったかな、うん、それは痛いね、うんうん、まあ、病院に行かないよね、うんうん、まあ、それだし病院絶対行くよね。そうです、そうです、痛いからね、うん、痛いから、それを考えてね、うん、新生方形っていうのはどんな感じですか？もう先っぽがもうすごく狭くて、まずもう通常時でも向けない、向けないですね、ない状態、もう人見たことない、見たことないの状態だよね、うん、これはちょっとまあ確かに、うん、どうですか、いやこれも手術した方がいいですね、さすがに、まあ命にかかるもんじゃないけど、うんうんうん、まあ、普通した方がいいよね、不潔になりますからね、まず一つとしては、うん、で確かに手術しなくてももう頑張って頑張ってちょっとずつちょっとずつ自分でやればいつか向けるかもしれない。そうそう、それあるよね、うん、ね、でもね、かもっていうより、うん、結構受けられる人なんで、ただそれもさっきのほら、うん、今までも出てきた話で、ね、うん、根気強くできるってことだよね、ちょっとずつなので、頭皮の輪っかって、うん、まあ、皮膚って伸びるからさ、伸びます、そうそうそう、伸びるからさ、伸びる、原理的にはひたすら引っ張ったから、うん、いつか絶対広がるよね、ミッソンがここなんだ、そう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 、ね、ただなかなかそこがその根気強く、うん、そこまでこう、うん、根気強く続けれるかどうかっていうことですね、はい、だからまあ痛みも伴うし、うん、まあでも人間男ってトイレのタイミングで必ず触るので、うん、その時にもちょこっとやったりとか、ね、お風呂では必ずやるとかいうことをすればですね、まあ、それだけでも無限ことはないし、特にちっちゃい子なんていうのは、うん、チンチンの顔の可能性っていうのは無限にあるので、ね、無限に、ちっちゃいうちから新生方形とかを向いてたりとか、はいはい、場合によってはほら軟膏とかね、うんうんうん、まあ、それはまあ使うかどうか別にしてやってればきっと広がって、うんうんうん、そのままチンチンと一緒にこう育っていけば、はいはいはい、絶対に新生方形にならない、ならない、理論的には、理論的にはね、ちゃんとやってればね、うんうん、
なるほどね。でまあ一般的にその一番問題になるのは火星保険、火機能の多いところが火星保険だと思う。パソコンで問題ですよ。火星保険は普通にの状態で皮かぶってて、その状態でも普通に剥ける、そして勃起の時にもまあ剥ける、ね、うん、でも普通にかぶって皮が余ってるだけというような状態ですね。そうだよね、うん、ね、うん、あの外国にはそもそも火星保険とかって概念ないよね。ないです、ないですね。保険って言うと日本線っていうのがあって、うん、これは新生保険のことなんですよ、うんうんうん、あと関東はするけど、うんうんうん、火星保険ってなんか日本で作られたような言葉じゃないです、まあ、そもそもその美容形成の広告目的に最初バーンと出て、それがもう今もずっと続いているというところです、ね、こちらは小さい時なかったもんね。ないですなっていうね、うん、文化もないよね、うん、あの韓国人もあるのか、そういう文化。ああ、あるみたいですね。あ、聞いたことあるよね。キリスト、あ、じゃあ、あユダヤ教は、ユダヤ教するんだ。そうそう、ユダヤ教。この間ね、まあ、本当かどうかわかんないよね、はいはいはい、なんか、韓国人の留学生の子が来て、これ本当なのかな、はい、いや、うちらがちっちゃい時に手術するんですって言って、保険の手術したんだよね、はいはいはい、うん、あ、ちっちゃい頃にするんですって言ってた、うん、で、え、そうなのって聞いたら、うん、ほとんど、うん、いや、ほとんどかな、結構するんですって言ったから、昔は文化あるかもしれない、うん、まあまあ、もちろんそういうのはあるみたいな、結構年だったから、うん、もういいとか思ったんだけど、うん、まあ、まあいいよ、うん、日本で最近だよね、その聞いたのないですね、それやらなくていいよね、うん、別に、うん、で、まあやってもいいんだけど、やらなくていいよね、うん、そもそもさ、俺思うのは、はい、大体さ、その祈祷を出してさ、喜んでるさ、哺乳動物なんかいないぞみんな被してますからね、動物はね。犬でもさ、うん、馬でもさ、うん、イルカでもライオンでもさ、うん、チンコのその、うんうん、祈祷の部分って、うん、全員隠れてるでしょ。隠れてます、隠れてます。そうそうね、うんうん、だから祈祷っていうのは、うん、僕の定義上は、うん、定義っていうか気持ち上は、うん、まあちょっと弱いので、うん、そのまま出してると、うんうん、まあ傷ついちゃうと、うんうん、だから王妃で守ってるの、うんうんうん、これがそもそものテニスの本来的な機能で、うんうん、というふうに大体、まあ、説明するんですよ、はいはい、でこう膣の口にこう、うん、セックスの時に当たって、うんうん、受ける気筒だけ中に入る、うんうん、これが元メカニカルなその機能的な、テニスの、うんうん、外側の機能だということだよね、うんうん、でいいと思います、ね、うん、それをわざわざ病的な状態にするのがなんでええんやという話だよね、うん、本来的には、本来は、本来的にはね、実際ね、なんか風呂場に入るとさ、みんな向けてるんですって言うでしょ、あれどうですか、あ、みんなこう向いてますよね、みんなね、それがいいとされてるので、まあ、見えおかしいよね、見えるっていうかね、そうだよね、それはもう ほとんどというか6、7割ぐらいはね、みんな最近さ、包茎の手術来る人で、うん、ちょっと結構時々あるのが、はい、そんなにまあお見えになるわけですけど、はい、結構あるのが、結構って、まあ、何ヶ月に1回があるのが、はい、結構お年寄りの人、うん、ない、ああ、あります、あります、あるよ、あれ何でか知ってる、看護家入るときです。そうだよ、看護家っていうかね、病院行ったり介護されるときに恥ずかしいから、うんうん、今のうちにやっとくっていう、うん、だから男ほんまにないんだなと思って、そうそうそう、だってね、僕らね、看護師さんもそうだし、うん、介護の人もそうだけど、ほとんどみんな包茎だって分かって知ってるじゃない、うん、だからその方が不思議するで手術してると、うん、いや、なんでしょ、うんうん、って手術は絶対残るからね、うん、あれほら傷跡残りませんって言ったら嘘だよね、そんなないよね、これちょっとここね、切っても残るもんね、あとね、そんなのまた切ってね、傷が残らないって絶対ありえないですよね、ないです、ね、100% ないよね、ないです、ないです、ね、ブラックジャックでもいいんだよだからそれをすると、うんうん、わざわざそんなんしてるっていうことが言われて、うんうん、まあ、恥ずかしいっていうか、うんうん、むしろどうしてなのかなって感じられちゃうわけで、そのほっといておいたらいいのかな、だからもうこれはもう僕らでもできないぐらい、その、まあ、某美容外科とかいろんなね美容外科の広告戦略に僕ら負けてるわけですよね、あんだけもう包茎はネガティブ、手術しましょうっていう広告が出てるから、まあテレビにもあるじゃない、こういうの、こういうタートルネックのやつあるかな、うん、なんとか美容外科さんがこうやってこうやるのを見せて、言葉には言えないんで、でもこういうのでこうなれば男だとか言って、大人のチェーンじゃない、ローカルじゃない、いや違います、違います、全国のチェーン、まあ、だからまあそういうのを
まあ安易もずっと見てるわけですよ、子供の頃から。だからそれは、ね、そうそう、刷り込みです。本当にあれは良くないです ね, ね。なんだけ、じゃあ逆になんだけ、なんでそんなに広告出せるかっていうと、そんだけ患者さんが来るからなんですよね。おかしい、いやだからおかしいです本当に。まあね、いや僕もね、だから開業した時はもう基本ね、はい、やっぱりさ全員断ってた。あ、はいはいはい。でもある時気が付いたのは、あのうちで断って、うん、まあ、丁寧に説明する、うん、してるつもりなんだけど、うん、今のような話をね、で分かってる人が大体、うん、まあ、7割8割ぐらいいるんだけど、やっぱり1割2割はどうしてもやっぱ言葉足りなくて、うん、で結局当時は、うん、あの相当数の人が結局高いお金だってさ、うん、言ってた。で俺それちょっとある時分かって、うん、でたまたま例えばそういうトラブルとかがあって、うん、僕は僕のところに相談に来たりした時にね、はいはいはい、やっぱりしたのかっていう話になってね、うん、やっぱり何十万とかさ、うんうんうん、何百万とかさ、うんうん、かけるじゃない、はい、でいやそれどうかなと思ったんで、うん、今ね一応ね説明するにはね、でその上で、それでもしてくださいっていう人はね、うん、一応もするんですよ、はいはいはい、もちろん意固地に断るのもどうかなと思って、自費の診療だったらね、うんうんうん、でもうそういうことで悩んでる方は、うん、法系自体の問題というよりも、うん、その悩んでること自体の問題にも感じるからね、まあ、美容整形と一緒ですもん、うんうん、本当にね、だからそこに医学的な理由をくっつけるといかんよな、うん、ですあのだからもうはっきり俺はこの形がいいんだということがあったらねまだ理論的に論理的に筋が通るけど、うん、何の病気になりにくいとか、うん、医学的に問題だとか、うんいうのはね、うん、どうかなと思うんだよね。本当本当そうです。そういうのを、うん、まああの先生たちも YouTube とかで発信されてるので、うん、その、まあ、例えば病気になるよとか言ってる、言ってます、言ってます。うん、俺が見てないから。からそれは本当まあそれで何の病気になるの？まあ性病になりやすい。それ嘘だよ。嘘だ。まあ確かにたまにね HIV になりやすいとかさ、うんうん、バイトになりやすいとかなんかそういう論文とか出たりするけど。うん原則嘘だよね。全部嘘です。ね、そんな別にコンドームしたりとか、うんうん、別のことでよくすることで、人口の顔を切ってさ、旅行するんじゃないよな。そもそも、ね。毎日ちゃんとケアしとけば問題ない話で、あらない人たちがそうなるかもしれないですけど、その、あとは陰茎がんになりやすいとかですね。でも嘘だよね。それ陰茎がんになるのは新生保険の人ですからね、そうだよね基本的に。もう洗ってない不潔な人がなるので、火星保険でなるっていう人は僕見たことないですし。僕も陰茎がんで火星保険の人見たことない。全員、まあ、だから新生保険、うんうんうん。それはもうしょうがないです、新生保険はね。であと、包茎に関してやっぱりこうネットで検索するともうそういうところしか出ないんです逆に。で、まあ、YouTube でもそういうところが牛耳してる。そうなの。ちょっとこの YouTube 出たらいいのこれ出たい出たいですね。で、ぜひもうこれ見てくださった方は調べてほしいのが国民生活センターっていうところのホームページにその あくまで悪徳といいますか悪徳美容外科の、まあ、被害が全部書いてます。どれぐらいになったかって、まあ基本的に僕ら一般の泌尿器科のところで、うんうん、まあ自費診療として化成包茎の手術するといったら大体10万前後がまあ基本ぐらいですかね。費用ね。うん、費用ね。費用、うん。手術の費用。大体それぐらい。うん、ですよね。大体10万前後ぐらいで、まあ大体美容外科さんのその悪徳なところに行くと。倍以上には膨れ上がります最低でも。いやいやそんなもんじゃない。いやそんなもんじゃないです。で、そうでも広告にはだいたい5万からって。嘘ですね。嘘ですね。嘘じゃだごめんなさいいろんなところがあるから、うん、100% じゃないし、そう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 良心的にやってるとこあるかもしれないけど、5万ない。ではないです。5万でまあ悪徳なところは特に相談無料相談で行くとすぐ手術になります。そう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 。即日手術。からから逃げてくる人とか。そう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 、うん、だから即日手術で全くこっちも予期してない。もう今日空いてるから先生いるからどうですか。ローンとか決めるんだよね。そう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 。で、まあ例えば手術をするときに、まあ、手術前にこういう手術で糸をこれ使います。この一本、もうこれよりもこの糸よりもちょっといい糸使う。これ十分ね。吸収しない。結局抜歯するんですけどね。え、本当なんで？するみたいですよ。え、なんで吸収しないの抜歯するの？え、嘘やん。嘘。本当？いや、そういうこともあるみたいです。あ、うん、
ね、吸収し打ちするけど、うん、もししないで、うん、ですよね。しなくていいよ、ね、もういつか取れますから ね、 ね、うん、ただまあその後はやっぱりすぐ1週間ぐらい経ってもう取れないので、うん、やっぱりその1ヶ月ぐらいかかりますよね。まあまあ取れるそんなことないですかね。あの細いやつでやるから、だからまあまあ、早くからちょっとでもオナニーしたいとかいうことがあればもう早く取ってっていうところも、まあ僕らはねやっぱ全部道具とかも知ってるので、でその糸が変わるだけで10万とか、うん、糸高いけどさ10万はしない、しない、しない、10万しないね。であとは切り方を変えますとか、切り方は間違いないね。僕らはもうベストを選択しますからね、常にね。僕ら常にベストを選択して10万でやってるんですね。だから彼らは最低っていうのは一番汚い手術が15万ですと、うん、でまあそれよりも、まあ、もうちょっと綺麗にしたり、もう一生に1回ですからね、うん、という話でどん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 高くなる、うん、であとはついでにっていう、ね、だからあれなんかこう注射するやつやろ、うん、でやっぱ方形だと陰茎の発育が不十分だから、これちょっと大きく見せた方がいいよということで1本10万円のヒアルロン酸、あれ絶対でもいいよね。あの左右に20万かかるんですよ。この間なんか7個ぐらい打ってたしいや本当にね、すげえぞあれ。打ったら結局1年ぐらいで吸収されますよ、まあ、そうだよ、うん、全く意味ないですからね、うん、だからなんでするのかな、うん、でまあ、あとは腸啓術も一緒にどうですかとかね。もう腸啓術なんてするとあれ結局ペニスの根元を、まあの脂肪を取ったりとかしてるだけなんですよね、うん、あと糸でくくるとかで、ちょっと長く見せてるだけな。脂肪取ってくれ。そう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 。それを取ってくれ。別に何だよ。あ、そう。結局なんか腸啓術ってな、まあペニスの長さって基本みんな決まってるので、それを伸ばすっていうのはなかなか無理だ。無理。無理だよ。だから見えてないところを引っ張るっていうだけなんですね。うんうん、で、絶対言えるけど、ペニスを物理的に長くするような技術は絶対ないし。うん、あったとしたらそれはクリニックでできるようなもんじゃないわ、うん、です。もうものすごい大手術です。大手術とてつもない、うん、血管の手術だな。そうそうそう、海綿体血管でしょ。そうそうそう、要はね、静脈をつなぎ替えてでかくする手術やろ、うん、心臓手術なみたいな、ね、いやですよ本当にそれないの、そんなクリニックでないですで、まあやってるところがあるか知らないですけど、そのまあ、ペニスって海綿体というのは2本こう流れてて、はいはい、これが恥骨というここの下の骨にくっついてて ね、 ね、うん、それをちょっと剥がす人もいるみたいです。あ、そういう人前に出るんだ。そうそう、前に出るんだけど、でもガクッと落ちますよね。それ支えがなくなる、支えなくなるからな、こう立たなくなるんですね。でも大きくはなるけどっていうところもあったり、うん、それはまあ大きく、まあ、確かにちょっと出やすくなるとか。でもそういう、もうちょっと失うものもあるよね、うん、でもそういうのを逆にもう手術台に上がってから交渉されるパターンもあるみたいな。寝ながらサインする。そう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 、ま、先生どうですか、先生もうどうですかって、一緒にやりませんかって、もうそこでから決めてればいいですよっつって、じゃあ20万円ですよっつって、でどんどん高くなっていって200万とかですね。何やこの間来た子もなんかね、そういうのを組んでた、うん、ね、まあ本人が納得してるから、いや、そうなんです、言いようがないんだけどね。だからもうあくまでそれはもうしっかりとね、でも先生言ったように、うん、緊急性はないよね。ないです、ないです。やっぱり考えて、考えて、でそれでもね、したい、ね、ね、そうそう、するのはね、あの全てのものを否定するわけでもないんだ、慈悲なんで、自分の責任でやってるわけでしょう。だからもうそれでも納得済みでしてくれっていう人はね、うんうん、それをやめてくださいっていうのはまあ僕いいかなと思う。いや、もちろんもちろん僕はそう思います。ただ急ぐ必要ないっていう人がいるんだよね、はい、それね、うん、少なくともね、うん、まあ、事実としてね。で本当、まあ、たまにあるのはやっぱりそこで、まあ、その国民生活センターのホームページにも書いてるんですけど、合併症が起こることなんですよね。例えばこの前も来ました、感染してるとか、あとアレルギー反応起こる、ね、そう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 、その注入物とかね、うんうんうん、だからまあそういうことを起こした時にそこの悪徳な美容外科さんって見てくれないんですよね。見てくれない。なぜか僕らの人は、いや意味が分からない。いや、まあそれはでも僕らはやらないといけないけど、ね、やっぱりね、最後まで責任を持っていわゆる外科医ならね、誠意を持って接したいよね、本当はね。で本当僕の知り合いの方も
若い二十歳の頃に、包茎の手術受けて、で裏筋とか結構いじられて不感症になったんですね。だからもう感じることがなくなってしまったと。まあ、その時はいくらかな、50万ぐらいかけたみたいです。裏筋切らなくていいとかいう手術あるやん。はいはいはい、どうですか。いやそこまでもないですしね。やっぱりこう裏筋っていうその上はやっぱり切らない方がいいですけど、根元の下の方は全然ですね、ギリギリのところは確かに、まあ、切りすぎると感じなくなるので、包皮状態といってね、付け根のところとかですね、あれ感じなくなるのみたいですよ、やっぱり。だからあんまりそういうところは刺激しない、まあ、あんまり切りすぎたり電気メスとかで焼かないようにとかいうのはした方がいいみたいですけど、そういうのをやっぱり、でもまあ僕らが手術する場合一応そういうところを説明して、ね、全部最近はもうリスクまで全部説明してからやりますからね。ただ値段ばっかりじゃないですから。まあそういったところで、はい、包茎の話を、はいはい、今日しましたけれども、はい、まあ大体そんなとこかな。そうですね。まあその手術下線包茎するかどうかっていうことを、うん、まあきちんと判断できればいい。はい、まあそうですね。もう自分でするのは自分で、まあだからやっぱり泌尿器科にワンクッション置いて手術してほしいなと。そういう話で、ね、ですね。うん、そうですね。まあということで、はい、終わりにしましょう。はい、わかりました。じゃあ第5回目、包茎の話ですけれども、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。